あ、リックの話だ。これはリックを連れてこないといけませんね。うん、リックいたかな、このステージに。いって。よいしょ。ウェイ。ウェイ。えい。リックもリア充なんだよな。リア充なんだよな。いた！あーって、カインに至っては、既婚者だからあいつ。あいつ、あいつ、そういえば、あいつ既婚者か。だから、IT 内のグーだけだよね。そうか。え、カービィは？カービィもこっち。男か女か分かんないんだよ、カービィ。カービィは性別がないんだよな。性別はカービィだよね。性別はカービィなんだよ。メタナイトがいるじゃん。メタナイト、痛い。ストーキングのメタナイトだよ。ストーキングナイト。ストーキングのメタナイトはアニメ版だけだけど。うん。アニメ版のキャラもなかなか、まあ、嫌いじゃないけど、なんか、どうしたんだろうね、メタナイト。あー、しまったーって、なんか、メタナイトのなんか、戦艦を、しまったーって言って、なんか戦艦を壊してしまった。違う。待って。違うな。戦艦をダメにしてしまった。戦艦ハルバートをダメにしてしまった回。わかんない。あったっけ、そんな。知らない。ハルバートはあれだよ、アニメ版だっけ、うん、アニメ版なんかどっかで、メタナイトの仮面が監視にくっついてて、うん、嘘、危ね、危な、待って待って待って、多分下になんかある、この小枝の下に、ほら、え、もしかしてこれ戻るときに敵復活してる、あー猫耳が来てる、お、リア充発見、リア充を連れていかないといけませんね、これ多分なんだけど、グーイが連れてってさ、で、カービィに行ってもらって、グーイワープでいいんじゃない？え？カービィに先行ってもらってさ、で、グーイがリックごとワープしていけばいいんじゃないかな。てかこれ完全にもうグー。うわー、やるよねー。シールドブーメラン的なやつ。うん。そして、やばかったらカービィ、カービィさんですよ、グーイが後でジャンプしていくんで、そっちに。スカーフィー撃退お願いします。撃退当たらない当たれよ、あ、そうそう、そういうことか、そういうことか、そういうことか、グーイを犠牲にしちゃってくれればこういう感じで、あとこっちで適当にやるんで、落とすとか考えてよ、落とすタイミング考えてね、ちょっと当たんないこいつ、本当、あ、ごめん、間違えてしまった、行き過ぎてしまった、やってくれたな、タイミングが分からん、タイミングが分からん、とりあえず非常食を食べ、とりあえず非常食を食べ、非常食、星はキャッチしてるから、ここで、うん、ちょっと非常食、そいつは実はウニは来ないから無視しちゃっていいっていう、なんだったらリックさんで飛び石にしちゃってもいいんだよね、それ。そうなのか。しちゃってもいいっていうか、リックさんで飛び石にするようだ、それ、そうだ。リックさん飛べないから、あれを踏み台にどん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 。あれはリックさん用だったのか。そういうことだね。うわぁ、ブルで。取れたぞ、小枝。やだ、僕はもうこれ小枝にしか見なくなってきた。小枝。大樹の小枝ってあったよね。でっかいやつ。なんか突然眠気に襲われてきた。大丈夫ですか？眠いな。大丈夫かい？カービィ、あ、アポロを食べるんだ。確か回復するぞ、確か。じゃあイチゴだけだ。イチゴだけか。イチゴじゃないから多分ちょっとやってみよう。ちょっと待ってて。まずここ足場ないのかな。あれ？足場あるこれどこで？下に。ないね。回復できないねじゃあ。うん、ないね。残念ながら。あ、待って、下になんかなかった？何もないよ。だ！ケツに。ケツに刺さった。下ないか。ケツにはないのだよ。ケツはないよ、そりゃ。カービィにケツはないのだよ。そうだね、どこに行っちゃうんだろうね、食べたもん。カービィが食べたらそこは、異空間に繋がっていて。その異空間を通って消滅するのがカービィのお腹だ。
あ、足元あるこれ。マジ、足元あるわ。あった。おいおいおい。だってでもね、ちょっと今やってみたんだけど。ああ今やってみたけどね、こいつら吸い込んでもダメだった。ダメか。まあ、まずそうな色してるもんね。そら、まずそう。ブルーハワイだよ。ブルーハワイっていうか、あの、チョコミントだよ。チョコミント味だ、あれ。チョコミント。ああ。すまんかったな。すまんかったな。今日も収穫でした。ああ、今回すごいね。あの、ハートスター1個しか取ってないよ。僕が取ってもしょうがないんだ。ああ、もう。せめてこれ、あの、2人分回復させてくれたらまだよかったのに。だだな。なにこれ、なにこれ。T。テトリス、あれか。テトリス。あ、ほら、ブロック破壊して、あの、指定された形にするよってやつだったな。そうなのか。お、すごい落書きしてる。これが実は実物になるとか言うんじゃないだろうね。どうだっけ。なんでこのこのステージのボスがほら。イエーイ。おお。ならないんかい。ならないんかい。まあ。結果何もならなかったね今のところで。はい、あ、こいつに破壊してもらって、でカービィ狙いだねこれ。しかもお前なんか見たことあんな、ゼルダにいなかったかお前。カービィ狙いでこのブロックを破壊していかないとっていう。食えるんか。これもしかして壊さない方がいいか。壊さない方がいいかも。壊してしまった。壊さずに行った方が実は楽なんじゃなかろうか。あ、ああ、そっか、そこれで右側通りはいいのか。カービィさん？でも右か。え？あれでもカービィ右に通った、右に立ってたのに結局あれだったんだよ。両方とも壊れちゃったね。これ誰連れてるのこれ。どこだっけ。でも誰でもよかった気がするな。あとまだね、これ一回扉入らないと。あれ裏側からやらないと。こいつに壊してもらって。めんどくさいな。誰を選ぶんだい。誰でもよかったと思った。誰を選ぶんだ、誰を選ぶんだ。分かんない。誰がいい逆に。分かんない。合わない、合わない。合わない。あいつのエイム下手くそだ。あ、リク、リクサだ。リクサのね。リクサにしようか。わかんないけど。へいへいへい。へいへい。へい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 へい。へい。あ、うんこ。うんこ色。うんこ。うんこって言うな。もう色うんこじゃん。まあね。うわー、いや、色うんこ。お前は、くるさい。何笑ってんねん。え、何笑ってんねん、お前。いや、ろくな、なんか、ピー。待って待って待って。はい。ああ。お前か。こいつだね。で、こいつ、あの、形がほら。逆立ちしてるから。僕、こんな感じの形してるから、こんな形のに合うやつ持ってきてくんねえから、わかる。ネオアームストロング。ネオアームストロング、ネオナアームなんとか法じゃないか。完成度高えな。言えてない。サイクロン、ネオアームストロング、サイクロンジェットアームストロング法。覚えられねえな。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング、あれアームストロング2回入るの覚えてんだけど。というわけでネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング法を作ろう。早速やらかす。違った。早速やらかす。もう一回、もう一回できる。うん、何回でもできるよ。僕の形にしてねっていう。
そうだね。え、やって、多分やらかしたね今。もう。だからグイに任せよう。オッケー。これだね、これだね、こうだったはず。うん。メッセージ受信した。ヘギシ。ヘギシ。よし。ヘギシ。ヘギシ。今ちゃんとか、あの画面下に4って出た？あ、ご、あ、ご、なに？カウンター出たかな今。くしゃみカウンター。くしゃみカウンター出たんじゃない？眠。大丈夫か。眠るとまずくしゃみ出ると思わなかった。もし、まあじゃあ今日はどうします？ボス戦まで。ルーイさん何もしなかった今。ルーイさん行ってきました。多分だけど、またさっきの魔法使い的なやつが出てるんでしょ？ほら、やっぱりだ。またか。またお前か。どれに入るのこれ。多分だけど一番右でいいと思う。何、他の部屋どうなってんだっけ。ん、他の部屋はほら敵がいるだとか、あの下から突かれるだとか。あれ帰っちゃったよ。帰ってしまった。あいつ定時上がりか。定時上がりしやがった。あいつ多少残業ぐらいしたっていいだろお前。今でも働き方改革って言うからね今。働き方改革。あんまりあれだ。降りれな。あれここじゃない。ぶんの。あれここじゃない。ぶんの。あれぶんの。こわ。つうことは真ん中か。一個ずつ試せと。真ん中行ってみる。じゃ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 。ごめんあのコントローラーがね。うん。判定が微妙で上が分かったここかどうだろう。なんでちょっとお前た今日さっきはやってなかったのになんで突然グーやり始めるんだよ。ここじゃなかったし。あれじゃない、ここどうだ、ここか。眠スリープでもコピーしたんですかね、ミコさん。ノーティーでも吸い込んだのかい。吸い込んじゃったから。あ、これあれか、こういうこういうことでしょ、こういうこと。わーい、わーい、わーい。え、あれ、クリーンでしか、吸い込めないから。え？あ、ごめん。たぶん、スクロールアウトすれば、たぶん、復活すると思うけどな。上か下か、あー、ダメだ、ごめん。ごめん。でもいいね、これ。ごめん。あ、もう一個あるからいいんじゃないですか、ここで。ニードルをコピーしましょうよ。これでさ、上の方にマキシムトマトあったら最悪だよね。本当だ。まあ、ありそうな気もするけど。なかった。で、いったら、ペッてと言ったら。イエーイ！イエーイ！ジャスティス！ジャスティス！引っかかった。ちゅう顔してんだ、こいつ。またか。またお前か。星をよこせ。てかね、最初やった通り、実は星もあれなんだよね。吸い込めば簡単に取れるっていう。そうだな。うん。さっきあのね、グーイの下とかで、ちゃんと判定が、アイテムゲット判定があった。そして無駄にシビア。おお。ここでか。突然むせた。突然くしゃみしたり、くしゃみを突然むせたり、大変だな。ね。ここぐらいからやってよ、ここぐらいから。ね、違う。ああ、残念でした。いや、別に、スライディング、無理か。なぜだ。あれ、一回、捨てるしかないんだけど、一回、ベッてやって。あ、もう。ああ、能力星が。能力がウェイウェイウェイ、起動する瞬間にさ、そのウェイ瞬間にウェイウェイ消すのやめてもらって。ウェイ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 、さあお待ちかね、次はボス戦だ。
ありがとう。さ、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲じゃないか、完成度高いなおい。画像載せとくか、載せないけど。じゃあ。はい。で。さあ。というわけで今回のボス。誰だ。アド。アドレーヌか。アドレーヌじゃなくてアド。アド。レーヌはどっかに置いてきたよ、この子。レーヌはどっかに。結局アドレーヌとアドって同一人物なのか、未だにはっきりしないんだけどね。そうなのか。髪型違うし。すごいことしてきたよ。いやーもう、服と、カラーリングほぼ、それじゃん。カラーリングほぼそれじゃん。ね、あ、なんか、端っこで見、ああと、いやいやいや、避けましょうか。避けて。受けてるんだけど、ああひえひえ、私何もしとらん。キーでもアドレーヌそっくりだな。なんかアドレーヌの元になったのこれは。かなぁ、多分64で名前がアドレーヌに変わっただけな気がする。真相としては。っていうか結局アドレーヌもアドも何者なんだよ、まず。書いたものが実体化する。お前は結局どこか、どこの出身なんだ、出身というかそのほら。こんな感じであのね、あれ。痛い。痛い。なんでなんでや。なんでや。コピー能力。コピー能力が足りない。なんかリックの彼女のとこにあった気がするけどな。あったあったような気がする。じゃあ、行ってくよ。さあ、もう遠距離だ。ちなみにカッターはこっちの方がほら。逆方向に打ってこうやって飛ばしまくった方が結果的にはあれだったりする。弾幕の配がすごいな。弾幕うわえ、なんかすごいあいつもほら、いやいやいや困惑している。うわぁ、弾幕あよりぶっこいってこうなるな。まあでもさっきよりいいでしょう。さすがカッター強いな。そんな感じであのほら、カービィ2のボスが、でボスを再現して襲いかかってくるよっていう。ああ。おい、あの、いや、アンチ見つけた。アンチだった今。それは私を狙ってるからだよ。なるほどな。だからカービィ先、あの、避けに専念して、グーイが攻撃に専念すれば。おおー。あれ。あのあれ。ミスターシャインとミスターブライトだ。おお。どっち、え、月の方がシャインだっけか、こうやって。ん、月の方がシャインで、太陽の方がブライトじゃなかったっけ。逆じゃないの。いや、なんか名前が逆だったの覚えてる。あ、そうなんだ。いてててわかんない。もしかしたら、本当にただ逆だったかもしれない。はっはっはっああ、ちょっとね、月の方がバナナに見えてきた。バナナアームス。バナナ、オーバナナ、オーバナナ、よし。あ、出る。うわあ、突破するとは思わなかったわ。とりあえず。痛い。ああ、いい顔してるな。どうする？もう一回。また別のコピー無知行くかい。そうだな、もう、どれにじゃあ、みかんのとこ行ってみようか。みかん。よし、尽くしてやれ。イェーイ。燃えて消えされ。燃えて。燃えて消えされ。燃えた気になれって来るんだけど、お前、たまに。燃えた気になれ。燃えてはいないんだろうな。あ、っていうかさ、これ、カインバーニングでバンバン撃っちゃうんやろ。あ、もうなくなっちゃった。今さ、今さ、あの、能力ゲットしたの時のあのポーズで倒したよ。やばいな。あれまだ攻撃なんてあったんだ。えっレッツゴー。パンツ。今のカットするよね。え、今のカットするとこもしかして。え、画面外で今、あの、カットされてるとそれ今、あの、動画と外側でちょっとね、
適切な発言がありますかという。あ、はぁ、いや、避けて、避けて。カービィさん、とりあえず避けて。あと、うん、ここに固定している、カーク超強い。そう、コピーなくした。待って、待って、じゃちょっと貸してくれ。ピッチを貸してくれ。ピッチじゃない方が多分ほら。あとは、カービィさん避けてってくれれば。あ、すいません。カービィさん避けてってくれれば。なんだろう。これでほら、カービィさんは遠距離からガチガチ出るっていう。で、僕はこの後ろからペチペチ出るから。ピッチさんがね。いうこと聞いてくれない。ああ、ちょっと待って。おい、アイスドラゴン、お前。アイスドラゴン、なんでお前、氷属性ののに、今のにハマるんだよ。もう。お前、氷属性ののに、お前、氷の追記で大ダメージを受けるんじゃない？本物じゃないからさ。結局。雨足すごくなってないところで。よいしょ。よし、もうこれはあれだよ。うん、グイがここでずっと、ここにいるから、あとはもう頑張ってくれ。避けるだけでいい。そう思う。痛い！避けられんかった。確かね、でもミスターシャインとミスターブライトの後ろにもう一体いた気するんだよな。くそー。これで終わりじゃなかった気がする。いけ。はっはっはっ。お、でもどう聞いてんじゃねえか。お、ほら、時期狙いしてくるの。あー、だだだだ。あ、時期狙いじゃないんだ。普通にランダムだった。待って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 。余計下手くそか。狙ってくるわけじゃないから大丈夫だ。そうそう、上下に避けるんだ、上下に。上下に避けるんだ、ちょっと待って、なんでなんで下手くそか、私、もう。もう普通に星型弾でいく？次。ん？意外とこれ星型弾でいけば、意外と勝てるかもしれない。吸い込んで、ぽいって。そうそうそう。最悪、あ、グーイで消えるさ、グーイを吸い込んだ感じ。グーイでもう、初っ端から星型弾で攻撃だ。グイアタック！あれ？届いてない。グイアタック！届いてないです。問題の。ありがとう、好きだ。つい。ついぞこれ。上から来るよね、確か弾が、うん、上から来る弾をこうだ。捨て、あ、そこ、そこアンチなの。うわ、まさかの。いいのお前それ。お前、え、すごいアンチにしてたのお前。大丈夫か。 でも当たった。あ、そうか、入れ替えの時にいた、さすがに。そうか、カービィ狙いだから、そこにいてくれればもうずっとカービィの下から、うん、グーイは全く安全だわ。まあ、着地するのかよ、これ。なんだ、着地したやつ取ってもいいんだ。右端、右端。端に出てくればいい。多分。で。逃げろー。はい。うわ、逃げろ。あー、もう一回だ。もう一回下に来たときに、もう一回、もう一回。あー、違う違う違う、ここじゃない。あー、こっち。あ、大丈夫、大丈夫、いけるよ。頑張れ、頑張れ。あ、逃げるんだ。あ、うちだ。マジか。ラスト何個ですよね、今のあるよね。お前かー。一回飲んで、飲んで、飲んで、飲んで。グーイ吸い込んでたけど。の、飲食。飲食。食ったけど、クラッコはどうなるんだ。言葉知ってる。言葉知ってる。あ、そうそうそう。ちっちゃいクラッコを。あ、そう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 。あんまり近づいたらダメだよ。はぁ。あ、それ画面端には大丈夫だったかと。そう、基本端にいれば攻撃は届かないから。このミニカップ。よいしょ、あっ、で、もう端っこにいればミニクラッコ以外当たらないから。待って、上はダメだって。上はこいつ壊れたな。あ、
うわぁ、うん、アプレーンのこんな強かったっけ。首痛え。そろそろアドレーヌ倒したらやめんのこれ。お今日の収録。おらおらおら、もうなんかもう1時間以上半、1時間半分近くなってるけど、おらおらおら諦めない。疲れたわ。僕もだ。疲れちゃった。あのね、僕も結構ね、前右90度でやってるのずっと。ほんと大変だな。うん。もうね、これな、パート何になってるのか知らんけどね。うん、もう、そもそも10ぐらいかもしれない。さあ、知らんけど。またなんか次回あの、ボス戦から来るの。ぐだるなぁ。もう一回だけやる？ボス。あー、いやー、もうなんか疲れた。よし。よし、疲れた。一回止める。休憩。なんだこれ。